皆さんこんにちは。城西大学薬学部医療栄養学科の学科主任の真野博と申します。はじめまして。この建物は医療栄養学科の建物なんですけども、本来ならばぜひ皆さんに足を運んでもらえればと思っていますが、まあ、世の中こういう状況なので本日はウェブオープンキャンパスということでウェブで楽しんでください。城西大学薬学部医療栄養学科は2001年に、創設されました。そこで、まあ、日本で初めて薬学部で、管理栄養士を養成するということで、薬のこと、医療のことにも詳しい管理栄養士を養成するというのが我々の使命でした。もうすでに20年経っています。で、新しいキャッチフレーズを作りました。未来栄養士再プロジェクト、まあ、なんとなく再で分かる人もいるかもしれませんけれども、本当は非常に複雑な意味があるので、ぜひ、中身をよく見ていただければと思うんですけども、まあ、薬や医療に詳しい管理栄養士だけではなくて、城西大学は学生スポーツも盛んです。そんな特色を生かしてスポーツ栄養、さらに、実際にはたくさんの研究室があります。そこの研究室で行われている特色のある研究を生かして、これから日本で世界で活躍できる管理栄養士を養成しよう、また今日本中にいる管理栄養士の人のためになるような研究をしようということで日夜頑張っています。ぜひ城西大学に来ていただきまして、この教育を受けてもらえれば嬉しいと思っています。本日はまず、ウェブオープンキャンパスで中身を見ていただいて、ぜひ社会状況が許されればここ埼玉県坂戸市まで足を運んでいただければ、詳しくいろんな研究室も見ていただけます。ぜひ見ていただいて、大学受験を目指していただければと思っています。まず今日一日ウェブオープンキャンパスをお楽しみください。